今日はですね、維新の会にとどめを刺すのは、石丸伸二かもしれないという話を、まあ、ちょっとしていこうかなと思います。石丸さんね、ちょっと凱旋見てる感じ、そんなになんか受けてるなって感じはぶっちゃけないって話は、ちょっとライブの時も言いましたけど、まあ、その凱旋手法が受けているのかどうかはともかくとして、まあ、情勢調査とか見てる限り、まあ僕も聞いてる話だと、まあ100万票ぐらい取ってもおかしくなさそうな感じではあるみたいです。はい。僕もね、小野泰輔さんとかと同じぐらいなのかなって当初思いつつ、まあね、100万票とかあり得るんですかねみたいな、YouTube でバズってるんでみたいな話を、まあ公示前とかにちょっとしてたんですけど、まあなんか、ヨタではなくなりそうな気配があるということで、私も、まあ興味深く見てます。まあ有力候補があんまいないっていうのもまああったり、まあいくつかね、その、完全に純粋に YouTube だけで別に票を集めてるわけではなさそうみたいなんですけど、まあそれは細かい話はまあまあ、後でわかるんで置いときましょうと。とりあえず重要なのが、維新に石丸さんがとどめを刺す可能性があるっていう話ですね。東京で。で、ちょっとその内容についてお話をしていこうかなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録。よろしくお願いします。8万人にね、目指していますので、どうぞ私のことを押し上げてもらえたらなと思います。早速ちょっと本題に入っていきたいんですけども、周知の通りですね、日本維新の会という政党は、この東京都知事選というすごく、まあ、旨味のある選挙に候補者を出すことができませんでした。それは共産党みたいに戦略的に出さないとかじゃなくて、出したかったけど出せないっていうニュアンスの方がかなり強いわけです。で、おとぎださん出た方がいいんじゃないかっていう話を僕もね、ずっとしてきたわけですけど、まあその維新としては事前の内部でね、まあリサーチ会社とか使わして情勢調査したら、まあ思いのほか相当状況が悪いということで、候補者をまあ出すことができなかったんですよね。で、まあ、今、現象として起きていることは、その、維新の支持層ってどこに向かうのかっていうときに、石丸伸二に向かってると言われてるんです。まあ、これ、共同通信の最新の情勢調査。まあ、これは、だから土日に入る前ですかね、にやったんですかね。29日に30日にやったら、まあ、その情勢調査はもちろん小池さん一歩リード、蓮舫さんが続いて、石丸伸二が激しく追い上げみたいな感じの、まあ、図式なんですけど、まあ、そこよりまあ注目すべきはですね、石丸さんがどういう人たちから支持を受けているかっていうところなんですけど、まあ、日本維新の会の支持層4割強が石丸氏に行き、まあ、3割弱が小池さんということで、石丸さんに維新の支持層は、かなり行ってると。まあまあイメージからしてそんなにね、外れてないとは思うんですけど、言ってるわけですよ。余談ですけど、自民支持層の2割弱から支持を得ているということが、紹介されていましてですね。石丸さんは小池さんの票も削っているような、まあ、構図みたいですね。だから蓮舫さんに勝ってほしいという人はね、石丸さん頑張れっていうのは、これ間違いではないというか、これ石丸さん頑張れということと蓮舫さん頑張れっていうことは、矛盾しないっていうことが今データに出てきてるという感じですね。もちろんその普段立憲に入れてる人がね、石丸さんに入れたりみたいなこともゼロではないんでしょうけど、まあ、統計的に引用できるある一定のバルクでって見たときに、党派で見たらもう自民の支持層のまあ一部と、維新の支持率の支持層のまあ4割くらいを石丸さんは引き受けるような候補者だっていうことで、まあ報道がなされてます。ただ、日本維新の会という政党がですね、石丸さんを応援するっていうことを、まあ、断固として明らかにしないというか、党として石丸さん頑張れみたいなスタンスは全く取ってないんです。で、もともとまあ一説ではね、その推薦を出そうとしてたんだけど、石丸さんにまあ足蹴りにされた云々っていうまあ話もね、週刊誌などでは出てましたが、まあで、一方で、でも維新のその地方議員とか、は、石丸さんを応援したいっていう構図にあるんですよ。これはまあ、その考え方とか世界観的にまあまあわからなくないじゃないですか。石丸さん自体が議員定数の削減とかって言って最初ね、話題になったっていう意味で言うと、もう橋下徹とクリソツですからね。石丸さんを応援したいという、まあ維新の議員が、
いる一方で、でも幹部としては、執行部としては、石丸応援っていうのを示さないし。で、これ重要なんですけど、静観してろっていう指示を、その所属構成員に出してるんですよ。自主投票とかね、好きにやってくださいじゃなくて、維新としても黙ってろと。静観してろというオーダーを東京維新の会で出したんですよ。で、ここからがまあまあ、面白いところなんですけど、その維新の所属構成員である比江島進さんっていう方がいるんですけどもね。この人が離党したんですよ。まあこれですね。で、この人は、世田谷区議会選挙で直近去年あったやつなんですが、トップ当選してる人で、もう世田谷区の、その、評伝というかもう維新、東京維新の中では、本当に期待の星みたいな人なんですよ。もう一人当選してる人はいるんですが、まあでもこの人がもう、その東京における維新スピリッツを体現する存在になるんですね。まあまあ。で、これ6月28日にただ、離党届を提出したと。で、その理由が何なのかっていうときに、ここ書いてあるんですけど、東京都知事選において、党と私の見解に相違があると。柳瀬が静観しろというふうに言ってきたと。で、関わってはならないと。石丸に関わってはならないっていうふうに言ってると。このことについて自分の支援者から、これ何もしないのかと、東京都知事選、こんなでかい選挙なのにと、いうのについて、自分がね、何らかの意思を示さないことは良くないと、いうふうに考えたと。で、自主投票にさせてくれと。だから自主的に勝手にやらせてくれって、こう柳瀬さんに言ったと。なら、まあ、柳瀬と時田がね、ダメだと。お前らは静観してろと、いうふうに抑圧をかけたわけですよ。でも、比江島さんは、石丸伸二を応援したいという思いに至ったそうなんです。で、けじめをつけるため、離党しましたというふうに言ってるわけです。まあ、維新の名前なくても多分当選する人なのかもしれないですね。無所属でもこの人は。結局トップ当選なんで、すごい人なんですよ。まあ、とりあえずでももう、維新なんか言えばと、どうせ落ち目だろうということで、切られたんですね。なんか面白いのが、で、維新が本当にノリに乗ってブイブイ言わしてて、ね、選挙においてプラスになるんだったら、僕はいると思うんですよ。でも、そう、石丸伸二応援できないから離党しますって、言うたらもう維新にはその程度の価値しかないって思われてるってことでしょ？はい。ダメな会社というのはですね、まあ私が言うまでもなく総じてですね、優秀な社員から抜けていくというのは、よくあることでございまして、まさにその典型的な状態に今、東京維新の会というのがなってるんですよ。まあ、この件について、例によって、東京維新の会と一線交えた、まあ、方がですね、コメントをされてるんですね。はい。元北柳瀬はアホだというふうに言ってるんですよ。家 島さんが、まあ、自分を応援して、慕ってくれたらいい人だと。まあ、だから、足立スピリッツ人なみたいなんですけど。で、その、政党っていうのは、こういう議員と国民、都民、区民という二層構造でできてるから、上部構造と下部構造の間で摩擦があった時に、議員が下部構造を尊重してこう行動することは当然のことと思いますって、もうマルクスみたいなこと言ってるわけですよ。反共のあだちゃんがね、ドイツイデオロギーに書かれてるような話をするわけですね。で、そうした不構造を踏まえると、一般論として、政党には懐の深い対応が求められるし、そうしないと、まあ、いけませんよと。元北柳瀬アホだな、ということを言ってるわけですね。はい。いやでも本当に、維新の両親といえば、やっぱり、足立康先生一派だと思ってて、もうそう考えたときに、こう、足立スピリッツを受け継ぐ者がまた一人抜けたということで、これ、石丸伸二は、維新分断工作の立役者になりましたよという話ですね。僕でもそう考えると、ちょっと冗談で言ってましたけど、元北さんがこれ選挙出てればよかったんじゃないかなと思うんですよ。真面目な話。なんでね、僕たちネタにしてたし、おっときたさん東京都知事選にって言ってたのは維新の支持者じゃなかったと思うんですけど、でもこれおときたさんが出てたら、石丸伸二が維新の票を分割するっていうことにならなかった可能性もあるわけで、そうなると、維新のこうやって地方議員とかも気持ちよくおときたさんを応援してればよかったわけじゃないですか。となればですね、やっぱりこの維新がダメになってる理由がおときたさんが都知事選に出なかったことだという結論を僕出してもいいんじゃないかなと思ってまして。はい、ぜひともですね、これ、総括する際には、おときださんの責任というのは、問うてほしいなと思いますね。まあでも残念ながら、おときださんは、
まあ、こういったあの状況になっていることについてですね、全然、まあ、無反省というか、こう、俺は悪くないよアピールに必死なんですよね。今、あの、着去されてるみたいですね。着去記録スルーされてるみたいなのにも、相手にされてないってことだと思うんですけど。でも、これひどいのが、補欠選挙の初日に、わざわざ党にダメージを与える形で記者会見を開かれたことは大変遺憾ですということで、なんか辞めたやつが悪いみたいなことを言ってるわけですよ。はい。これ、馬場伸之と同じメンタリティですよね。その、馬場さんが政策活動費にこだわり続けて、内部でね、何なんだあれはって言われたら、仲間を後ろから撃つことは許さないとかって言ってたのと同じですよ。いや、これだからね、オトピタさんとババさんってね、もう、維新解体業者みたいになってて、今、徹底的に維新というのが、この10年以上積み上げてきたものをね、一瞬のうちに崩壊させようとしてるっていう感じですね。その、維新の凋落ぶりみたいなのを裏付けるのでね、まあ、その、共同通信が電話調査してたんですよ。同じタイミングで。で、まあ、その比例の投票先みたいなの聞いて、立憲1位だったんですね。で、自民が2位だったと。うん。で、普段のなんか政党支持率は、自民が全然上なのに、投票先は立憲が1位みたいな、まあ逆転現象というか、自民党は支持するけど、投票に行かないのか、自民党支持するけど違うところに行くのかはともかくとして、まあ、今の自民党には投票はできないという、まあまあ、そういう調査が出てるやつがあるんですね。で、別にこれ立憲すごいって言いたいわけじゃなくて、立憲民主党のね、なんか支持率がすごい下がってる日経の調査とかもあったりするんです。で、まあ、一個の世論調査を持ってどうこう言うつもりはないんですけど、この調査でやっぱ驚かされたのは日本維新の会の支持率がね、共産党以下になってたんですね。これはやっぱ衝撃的ですよ。いかに普段ね、その調査の波があっても、共産党を維新が下回るっていうのは僕、ここ最近というか見たことないですね、長らく。これ結構衝撃的ですよ。投票先、維新が 7%、共産が 9% になってて、維新はね、第4党なんですよ。投票先順で言うと。これすごくないですか？まあでも、これからね、個人的には、足立康氏、おどぎた春、柳瀬博文の、第2ラウンドをね、正直やってほしいなとは思ってますね。はい。安達さんとまだ冷戦状態で殴り合いしてるみたいなんで、後ろで。はい。安達さんと、まあさ、これあれですよ。党員資格停止って言われてるのに、今日のね、昼間、おときだは公選法違反だって、まだ言ってるんですよ。除名されてもおかしくないですけどね。安達ちゃん、当時ね、仲折れしたっていうのは、完全に情けない話だと思いますけど。まあこれね。衆議院と参議院で歳月に対する賛否が変わったっていうのも、幾重にもアホだっていうことも言ったりもしてますし、うん。まあ、いずれにしてもね、日本維新の会が、今空中分解しようとしつつあるというのを、まあ、我々は目に焼き付けつつですね、前回衆議院選挙でね、東京ブロックで2議席取ってますけど、まあ、これ仮に1とかになったらね、すごい楽しいですよね。今、1になっちゃうと、まあ、小野泰輔さんとか、金沢由依さんとか、音喜多駿さんがね、その少ない席を奪い合うという構図になるわけですよ。はい。これはちょっとかなりね、期待できるというか、自身東京ブロックはね、小野さん、安倍司さんっていう人、他にも選挙区でね、いっぱい維新出てるんで、前回も。これ盛大に争ってほしいと思うんですよね。で、ちょっと最後維新について別件なんですけど、今日は一応すごいやりとりがあったんで、これ見てもらおうと思います。ちょっと僕があんまメディア見れてなかったからだけなのかもしれないんですけど、ヒアリっていうのが大量に夢島で出てきたっていう話で、ヒアリって猛毒持つアリなんですよ。吉村さんのは言い訳ね、ひどいというか、ちょっとこれ簡単にですが、見てもらおうかなと思います。MBS の清水です。先週の金曜日にですね、大阪府から発表があった件なんですけども、万博の会場である夢洲のコンテナターミナルで、ヒアリが550匹ほど見つかったというふうな、発表がありました。これに関連してですね、今後この万博のところでも、内装展示の工事が進んでいって、海外の各国でですね、さまざまな資材や、物品というものを日本に輸入してくる形になるかと思うんですけど、
ども、まあ、その際にその防疫体制のあたりですね、いかにこういうヒアリのような、まあ、外来生物を防ぐかという点に関して、何かこう、博覧会協会に対して、訴えかけていきたいこと、そのあたりの考えがあれば、貿易体制についてはそもそも日本に入ってくる段階でチェックするものでもありますので、まあ、協会側というよりはそもそも水際 の問題だというふうにも思って、水際の問題ということになると思います。で、これはヒアリーに関しては、今回この夢島のコンテナターミナルで発見されたというのは確かに初めてなんですけれども、大阪港においてはこれまで12例すでにヒアリについては確認がされています。これは僕が大阪市長の時にもそういった事例はありましたですが、それは夢島ではないですけれども、大阪の南方 のコンテナターミナルでありました。どうしてもコンテナターミナルというのはコンテナの船、コンテナがそのままつきますので、そこで派遣がある。これが12例大阪でもこれまであります。まあ、その都度ですね、定着を防ぐというのが重要ですので、この徹底した調査とそれから駆除というのをやりまして、また定着はしていないというのが現状です。またちなみにヒアリについては大阪港に限らず全国のコンテナターミナル等でも確認をされていますけれども、今みんなでやっているのは定着を防ごうということで駆除活動をして、発見されたら適切な防除駆除をするというのが今日本で行われているところです。なので当然夢島のコンテナターミナルでも同じようにして、駆除して、そして定着を防ぐということが最優先になっている。他のヒアリの事例と同じように進んで、いくことになると思います。僕がお伺いしたかったのは、その万博 その展示工事が進む中で、まあ、これまではそういう、コンテナといったところの貿易体制というところを考えておく必要があるかとは思うんですけれども、まあ、ある種万博のパビリオン建設というのは、まあ、これまでにもないようなものを輸入していくケースというのも想定されるかと思うんですが、そういったところでのこのヒアリ対策というのはどういうふうにお考えかというのをお聞かせいただけますか。輸入品というのは別に万博に絡まず日本にたくさんのものが輸入されていますので、日本に入ってくる輸入の仕組みの中でヒアリを防ぐというのは、まあ、特にコンテナが入ってくる場合が多いですけれども、そこで防いでいるということになります。万博の部材は全く何も手続きなく入ってくるわけじゃありませんから、その海外から入ってくるものというのは手続きによって基本的に海から入ってくるのはコンテナで入ってきますけれども、そこで水際で対策を取るということになりますので、他の当然日本には膨大な輸出品が入ってきてますから、なのでそれと同じように当然対策を行う、ヒアリ対策は当然行っていくということですし、これまでも行っているし、これからも行うということです。はい。ガスに続いてね、殺人アリと言われるヒアリが大量に見つかって、なんか全国のコンテナはどこにでもおるんやみたいなこと言うてるんですけど、いや、そんなね、何千万人も人が来る想定のイベント施設で、ヒアリが大量に出るなんて聞いたことないですよ。コンテナがほとんど人いないですからね。はい。で、これ結局、だから、夢島に決めたっていうのがね、相当罪深いってことですよ。そのもう万博をやるにしてもですよ。万博公園とかでやっとけばよかったんですよ。インテックス大阪とかなんか、それっぽい場所ね、いくつかあるじゃないですか。なんかそういうところでやっとけばよかったのに、夢島にこだわりにこだわったことでもう本当にドツボにはまってる感じですよね。交通の便しかり、もう本当にいろんな面で問題を起こしていますけど、万博特有のいらないっていう問題よりも、どっちかというと夢島特有の問題の方がなんか多いじゃないですか。これだから維新にとっては、まだあと1年以上お付き合いありますから、いや、かなり厳しいですけど、このヒアリが出てきたっていうのはね、小さい話ですかもしれませんが、まあ広く報じられてましたので、まあ皆さんも知っといてもらいたいなと思いますね。ちなみにどうでもいい話題なんですけど、失敗しかしない男吉村博文の伝説にね、一つ追加されるネタとして、まあこれちょっと引用しませんけど、まあ今日の会見でもあったんですけど、万博ってね、ペット同伴できますみたいなことを言ってたんですよ。松井さんとか吉村さんって。でも実態上ね、できないんですよ。だからペット同伴できて、なんて言うんでしょう。ペットも参加できる万博みたいなことを言って生きてたんですよ。ちょっと前に。でも結局、できなくなったんですね。はい。で、一応できるって書いてあるんですけど、条件が厳しすぎて、まあ実態上ペット連れてなんて来ねえよねっていう感じです。どんな感じかっていうと、
まあ、これ一応命を大切にする共生社会を目指すとのコンセプトでまあやろうとしてきたんですけど、専門家とかがまあ、それ厳しいんじゃないかっていうことを言って、で、その開催期間中、ペットと一緒にまあ入場できるのは、同伴できるのは18歳以上の1人当たり小型犬1匹で、1日100匹までの上限があると。また、会場内ではバギーに乗せた上でリードかハーネスをつけ、ペット用おむつの着用も義務付けると。飲食施設や屋内施設などには一緒に入れず、パビリオンへの入場も管理者が許可した会社施設のみに限られるため、会場内にペット預かり所を整備すると。で、10日間の受け入れ体制を整えるための必要経費は約8300万と見込むってあって、これ実際ペットほとんど来なくねみたいな条件にしといて、でもそのペットを預かる場所で8300万ぐらい金かけますよみたいな、まあ、ことをやってるわけです。で、またこれに加えてさらに、なんか要件として、小型犬には去勢措置を受けていることや、高齢でないことといった要件をつけていることを設定しているようで、理事の中では問題視する人もいたということになってるみたいです。はい。吉村さんが盛り上がるやつ、本当にね、よくこんなに失敗するなっていうぐらいうまくいかないですね。空飛ぶ車も結局ね、ビュンビュン飛ぶどころか、無人ですら、ね、飛べて頑張ってちょっと浮けたらいいよねぐらいになっちゃってますからね、今や。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。